いや、今日も暑いね。少し外に出ただけで真っ黒になってしまいそうだよ。ですね。ムシムシして、冷たい飲み物でも入れましょうか。あら、おかしいですね。さっき冷房つけたような。あ、やっぱりついてますね。そうですね。でもリニューアル工事がもうすぐですから、冷房も新調されるはずですよ。そうそう、その話ですよ。リニューアルってどれくらい大きく手を入れるんですか？それなら一安心ですね。やっぱりアイドルたちにはいい環境でお仕事に臨んでほしいですし。リニューアル工事の間、しばらく劇場は使えなくなってしまうが、ちょうど記念公演の時期でよかったよ。もともと外の会場でやることになっていたからね。渡りに船と言うべきだろう。でも大変じゃないですか。シアターのリニューアルと記念公演が重なっちゃって。機材や荷物は一度片付けなきゃいけないし、引っ越しくらいの労力はかかりますよね。君の負担が大きくなってしまうことは今回の記念公演の大きな懸念事項でね。そこで今回はアイドル諸君にも少しばかり裏方を手伝ってもらうことにしないかね。美咲ちゃんもだけど、もともとみんないろんなスキルを持った子たちですもんね。もちろん私もいっぱいお手伝いしますよ。スーツがほつれたりとか遠慮なく言ってくださいね。ただ斬新なだけでは難解な演出になってしまうかと。やはりある程度は。プロデューサー、お疲れ様です。先に話し合い始めちゃってました。シアターの工事ですよね。楽しみだな。今はみんなでライブの演出案を出していたんですよ。公演のテーマ、新しい出会いなんですよね。新しいファンのみんなはもちろんですけど、ずっと僕たちを応援してくれてるファンにも僕たちの新しい魅力と出会ってもらいたいんです。自由にアイディアを出し合って、うまくまとまらないものかと試行錯誤しています。それはまさか牽制しているのですか？下手なものは見せるなと。プロデューサーがあっと驚くようなステージにしてみせます。
みんなでプロデューサーさんが腰を抜かしちゃうような公演にしようね。え、そこまで？とにかくこっちは僕たちに任せて、プロデューサーはシアターの方お願いします。シアターの改修は大切なお仕事です。くれぐれも手抜かりなきよう。全然なんだよね。うちでバッチリ考えてくるよなんて威勢よく言っちゃったけど、私一人で静かに考えるっていうのあんまり向いてないみたい。わかるかも。私も一人で勉強とか無理。でも美咲はそろそろデザイン案を固めてほしいって言ってましたわよ。それなんだよね。スケジュール考えるともう決めなきゃいけないんだけど。おお、それは大変です。いい案が出るよう私たちもお手伝いしますから頑張りましょう。おー、じゃあさ、着たい衣装について話してみてよ。そのアイディアをまとめてみるから。着たい衣装についてですか？私はやはり和風の衣装ですね。いつか宙に一重を着るのが私の夢なんです。宙に一重って確かすっごく重いんだよね。それ着て踊れるかな。宙に一重を52人分ですか？それは予算的に難しいような。 いえ、セレブ的には望むところですが。まあまあ、ブレストってことで。みんなもいろいろアイディア出してみて。腰を据えてやりましょう。私、差し入れにメンチカツを持ってきましたの。食べながらでいかが？賛成。千鶴さんの専属シェフさんの作ったものってどれも美味しいから大好き。ひき肉の揚げ物ですね。とっても美味しそうですよ。なるほど、野外ステージか。悪くないですね。どう思います、プロデューサー？プロデューサー、今香織さんと控室を見てきました。私たちやスタッフさんの動線はしっかりしてるし、使いやすそうな現場だと思います。野外ステージは外の光を取り入れられるのがいいところだけど、天候が心配ね。せっかく頑張って練習したのに雨で中止になるのは悔しいですよね。アミたちの歌で雨雲を吹き飛ばしちゃおうよ。ヨーヨー、太陽さんさんと輝いてよ。そんな歌あったっけ？お役に立てたならよかったです。この後はシアターに帰ってしまうんですか？もう行っちゃうの？兄ちゃんのイケス。え、イケス？お魚屋さん？わかりました。あとは私たちに任せてください。
頑張ってくださいね、プロデューサーさん。しょうがないな、兄ちゃん。アミにめっちゃ擬態してくれていいかね。おやおや、兄ちゃん、照れがありますな。ほらほら、もう一回、もう一回。記念公演、振り付け担当はあゆむちゃん、あゆむ先生です。よろしくね、あゆむ先生。ゴリゴリのダンスでもものにしてみせるさ。すっげえじゃん、あゆむ先生。パンツとかに名前載っちゃうんじゃないの。あゆむ先生はやめてよ。照れるな。あゆむちゃんでもあゆあゆでも好きに呼んでいいから。じゃあ舞浜さ、早速だけど。え、スバルはそんな呼び方したことなかったよね。あゆあゆ、課題曲の USB メモリここに置いておくね。あゆむもん、始める前に飲み物買ってきていい？好きに呼ぶ会始まっちゃったよ。マイガー。ごめんね、あゆむちゃんの反応が可愛くてつい。私で遊ばないでよ。じゃあ気を取り直してみんなで振り付けを決めてくよ。自分、頭を床につけてくるくるって回るやつやってみたい。ステージでダンス対決しようよ。パルクールやろうよ、パルクール。やったことないけどかっこいいじゃん。マイガー、まとまらないよこのメンバー。ちゃんと踊れる振り付けになるのかな。あれ、立ち入り禁止。未来ちゃん、やっぱりこっちに来ちゃったのね。今日からシアターはリニューアル工事で使えなくなるの。お仕事の時は直接向かう、レッスンは指定のスタジオ、ミーティングは都内に借りてるレンタルオフィス。昨日プロデューサーから言われてたでしょ。そうでしたっけ。なんかそんな話してた気も。ミーティングの時のミライちゃん、翼ちゃんとノートに落書きして盛り上がってたかも。そうだったかも。授業中に見た夢について翼に話してました。すごい夢だったな。これは後で翼ちゃんも来そうね。あれ、でもこのみさんとカレンさんもここにいるってことは間違って来ちゃったんじゃないんですか。違うよ、私たちはいろいろと必要なものをスタジオに運ぶ手伝いをしに来てただけで。そうしたらこのみさんが間違って来る子がいるかもだから、少し待ってよって。案の定だったよね。多分まだ来るわよ。立ち入り禁止。どうして、シアターのみんなは。ああ、
ちゃん、なんだか嬉しそう。なになに、これってミライッチの罠なの？よくわかんないけど、やられた。違う違う、あのね海ちゃん、今日から。そっかそっか、シアターのリニューアル工事。そういえばそんな話してたね。慣れ親しんだシアターともしばらくお別れか。でもすぐに帰ってくるから待っててね。オーディエンスからはこう見えるから、ライティングのアングルは、ブタブタ。あれ、どこ？なんや、また演出案考えてるんか？いつからやってるん？モーニング？ラストナイトです。なんと、ロコちゃん、徹夜してるんですか？仮眠室のベッドでスリープしたのでオールナイトしたわけじゃないです。ドントウォーリーです。とは言いますが、ミチコ、食事もちゃんと取っていないのではないですか？そういえば、いつもはプロデューサーがケータリングを用意してくれるので。あ、頭がビジーなのでスルーしかけましたけど、ロコはロコです、ミチコじゃないです。ロコ、それはあかんて。ちゃんと寝て、ちゃんと食べんと、仕事なんかできひん。食べることも忘れ、創作に集中するミチコを、いつもプロデューサーが支えていたのですね。私もお腹が空いてきましたよ。とりあえずみんなで食事にしませんか？まこと名案です。近所の名店をチェックいたしましょう。いざ。ほら、ロコも行くで。なんなら私らもアイディアだし手伝うから。でもロコは、確かにちょっとハングリーですけど、もう少し詰めて考えたいところがあって。おや、ロコちゃん、頭とお腹だったらお腹の言うことを聞く方が先ですよ。せや、ミアはええこと言うな。ほらほら、私がスイーツおごってるで。はよしたくし。プロデューサー、お疲れ様です。なんだかすっごくお久しぶりな気が。私もいますよ、プロデューサーお顔が見られて嬉しいな。事務室の備品を取りに来たっていうのが建前で、なんだかんだここに来たかったんです兄ちゃん、マミに会えない間寂しくて眠れなかった。ほんと、ママは眠れなかったって。
さん、意味のない嘘つかないで。お兄ちゃん、本気にしないでね。マミたち、コウジの音にも負けないくらい毎日どんちゃんにぎやかだったもんね。でも今日はプロデューサーに会えてよかったです。なんだか安心しました。謝ることじゃないでしょ、仕事なんだから。桃子たちだってちゃんとしてるし。でも桃子、プロデューサーに会うまでちょっとだけ元気なかったよね。弥生さんまで。桃子は別に。こんな時くらい意地を張らない方がいいぞよ、ママン。もうお兄ちゃん、早く工事終わらせてよね。桃子、もうちょっとなら我慢するから。お待たせ、ドリンク持ってきたよ。ありがとうなのです。姫はメロンソーダなのです。ジュリアさん、コーラでしたよね。どうぞ。ささ、サンキュー。シホはホットの紅茶か。いろいろなパックがあっていいよな、それ。私は野菜ジュースにしたよ。ドリンクバーって種類がたくさんあって楽しいね。そうだな。けど今日は長丁場になりそうだし、全制覇くらいは簡単そうだな。なんだかワクワクしてきたよ。目指せ全制覇。それもいいですけど、後にしましょう。今日はセットリストを決めないとですから。もちろん分かってるよ。みんなで考えよ。はいほー、最初から最後まできっちり決めるのです。曲の間の MC も一緒に。公演のセトリを決めるのは長いお話を組み立てるのと一緒だと姫は思うのです。ストーリー性か。そうだな、心に残るライブにはストーリーがあるのかも。なるほど、いいことを言いますね。好きです、そういうの。えへんなのです。ポエトリー祭りなのです。それじゃあ物語の始まりって言ったらやっぱりこの曲だよね。あ、そうですね。次はこっちの曲とか。この曲もいいですよね。今回のテーマから考えると定番は外したいかもな。よし、このあたりでギターソロアレンジの登場だ。お？違うのです、ジュリアちゃん。そこはオーケストラアレンジにするのです。オーケストラ？いやいや、重すぎないか？ここはかっこよく決めようぜ。姫は豪華にオーケストラがいいと思うのです。記念公演にぴったりなのですよ。これは確かに長くなりそうだね。新しいお茶入れてこよーっと。
なに早く持ってってあげなきゃ。よいしょ。うん、ほとんど予定通りだよ。新曲のフォーメーションだけがまだ。って、プロデューサー？どうしてここにいるの？本物？はやー！本当の本当に本物のプロデューサーかい？疑ってるわけじゃないけど、今日来てくれると思ってなかったからなまらびっくりしたべさ。そうですね、特には。あ、いえ、一つありました。あずささんがこのスタジオへの道をまだ覚えられないそうなんです。たまに迷子になってしまって。お恥ずかしいです。千早ちゃんの言う通りで、迷わないよう頑張ってはいるんですけど。それからプロデューサーさんとなかなか会えなくて少し寂しいですなんて。はい、みんな待っていますから、その日が来るまでお互い頑張りましょうね。お疲れ様です。ムフフ、これはきっと歴史に残る公演になりますよ。セリカちゃん、アリサさんの提案でこれからお茶でもしませんかとのことですが、いかがですか？あ、私はごめんなさい、今日はちょっと行きたいところがあって。お茶絶対にまた誘ってくださいね。すみません、また明日。セリカ、行っちゃったの？なんだか急いでるみたいだったけど、どうしたのかな？セリカちゃんが行きたいところ？うん、これはかなり気になりますよ。乗り換えこの駅でいいんだよね？いつもと違う路線だからドキドキしちゃう。来ちゃったよかった、迷わなくて。門限があるから。私たちのシアター、工事の前まではほとんど毎日来てたのに、なんだかもう懐かしいな。うんうん、不思議な気持ちなの。面白いね、セリカ。あれ、ミキさん、アリサさんとトモカさんもどうしてここに？セリカちゃんを追いかけてきたんですよ。どこに行くのか気になりましたから。アリサ、アイドルちゃんの追っかけは得意なので。あ、いえ、決して変な意味じゃなくて。え、後をつけてきたんですか、探偵さんみたいに？アリサが言うと変な意味にしか聞こえないの。それってもしかして私のこと心配してくれたんですか？そうですね、同じステージに立つ仲間として。セリカちゃん、どうしてここへ？どうしてですか？
自分でも言うのが難しいんですけど、大切な公演の前はいつもみたいにここで行ってきますって言いたいなって思って。なるほど、その気持ちは共感できますよ。ここは私たちの帰る場所ですから。うんうん、せっかくだからみんなで言おうよ。ほらアリサ、掛け声ね。アリサがですか？それでは僭越ながら、ごほう、せーの、行ってきます。心配いりませんよ。私たちしっかり準備してきましたから。プロデューサー、やることがなくてつまらないなんて言わないでくださいね。本当にそうなるといいんですけど。プロデューサーさん、実はこにょこにょ。それにこにょこにょこにょ。本物かのようなリアルなアイドルたちの老人形があなたをお出迎え。案内役はモガミン人形だよ。ちょっとアカネさん、老人形に着せてるのは私の衣装じゃない。通りで見つからないと思った。おやばーん、ウミミが修理しようとしてくれたんだけど、すぐ本番だね。なんだかすっごくドキドキしてきた。劇場外の会場ってやっぱり緊張するわよね。もちろんいい意味でだけど。大丈夫だよ、いくちゃん。私たちお昼ご飯をもりもり食べたし、きっと実力を発揮できるよ。そうだといいけどな。アンナさんはどう？アンナは、ゲームやりたい。ゲームって今？ドキドキして落ち着かないから。ゲームするとアンナリラックスできる。
デューサーさん、ありがとう。アンナのこと分かっててくれて。じゃあアンナあっちでやってるね。本番直前にゲームなんて、私だったら混乱しそう。アンナってこういうところ大物よね。だね、私も見習いたいな。ねえアンナちゃん、格ゲーってある？もしあったら対戦したいな。なんだかいつも通りすぎて、私もリラックスできちゃったかも。ねえねえみんな、今日初めて私たちの公園に来てくれた人、手を挙げてみて。あら、すっごくたくさんいるのね。いおりちゃん、みんなに会えて嬉しいです。今日初めましての皆さんは、名前だけでも覚えていってくださいね。またアンナたちに会いたいって思ったら、シアターに来てね。もうすぐリニューアルだから、約束。難しくはありません。簡単です。ライブの余韻に浸っていただけで。ちーん、あー、わかります。公演の後ってお客さんの声が耳の奥で鳴り止まないですよね。ランラランん。2人とも気持ちはわかるけど、とりあえず水分補給ね。それから体を冷やさないように。公演はまだ続くんだから、体調は万全にしておかないとダメだからね。みんなお疲れ様。飲み物持った？とりあえず乾杯しましょう。リオさん、まさかそれお酒じゃ。ジュースだから大丈夫よ。風花ちゃんったら今日はみんなのお母さんみたいね。口うるさかったですか？私何も水を差したかったわけじゃなくて。分かってるわ、心配してくれたのよね。優しいし頼もしいって言いたかったの。それなら頑張って準備した甲斐がありました。虜にしてしまったぞ、瑞希。ズッキュン。プロデューサーさんの褒め言葉でカナはすくすく育ちます。はい。
もちまして記念公演は終了となります。皆様忘れ物にお気をつけて。気持ちはわかるよ、君。アイドルたちはもちろん自分たちの力で輝いている。だがそのアイドルたちを影に日向に支え前を向いて歩かせたのは他ならない君なのだからね。それってもしかしたら親心っていうものかも。プロデューサーさんはみんなのお父さんって感じですよね。ならば私はおじいさんかな。ああ、私はお姉さんですからね。まだお姉さんで、あ、いよいよ、待って、松の横取り。ここはお母さんに立候補したら？キャッハハ、そんなダメよ小鳥、いきなりなって。シアターみんなが家族って賑やかで楽しそうですね。私はやっぱり妹ですかね、お兄ちゃんなんて